Hi everyone, it's Shuke. I'm a travel videographer based in Japan. In this video, I'll introduce m a r u m i s Magnetic magnet Slim ND f i l t e r s はいどうもみなさん、こんにちは。今回の2本目の動画ではですね、こちらの MALUMI のマグネットスリム ND Filter についてご紹介していきます。1本目にですね、ご紹介したカフェ ND Filter について、色々とメリットをご説明しましたが、実は大きなデメリットが存在しまして、画質を犠牲にしなければならないという点です。画質の犠牲に関してですね、3つに分けてご説明しますと、1つ目、色かぶり、蹴られと言われるものです。 太陽の光が明るい昼間の時間帯はですね特に ND の濃度を濃くすればするほど本来の色味から変わってしまう色かぶりというものであったり四隅が暗くなってしまう蹴られというものが発生しやすくなってしまいますこちらの画像はどちらもこの真ん中の木で適正露出をとっていますがご覧の通り右の下辺 ND ありの写真は ND なしに比べて緑が少しオレンジ色っぽく空が少しくすんだ感じになり周辺も少し暗くなっています これはですね、この製品が悪いというわけではなく基本的に貨幣 ND を使うとこういった色かぶりやケられが発生しやすいとお考えいただければと思います。 2つ目がですね特殊ガラスの変色というところで、可変 LD e はですね飛行機の窓やスマホの液晶画面など特殊ガラスを映したときに虹色のような模様が出やすくなってしまう特徴があります。3つ目がですね逆光時の変色やフレアというものです。こちらは過去に僕が撮影した素材なんですけれども、左は少し紫っぽくなっていて、カラコレで元に戻すのがすごく難しいような絵になっています。また右の方はですね夕日のシーンで赤っぽい 嫌ななフレアが発生したりという風になってますやはり可変 ND はですね分厚い ND フィルターが2枚重なってますのでどうしても画質的に不利なところがありますそこでですねそういった可変 ND のデメリットを軽減するのがこちらのマグネットスリム ND フィルターですこちらの特徴はですね可変 ND フィルターみたいにくるくると回してねじ込むものではなくマグネット着脱式となってます 専用のアダプターをですね用いることで ND フィルターを同時に装着することができかつ追加で何枚も重ねていくことができます実はですねこのマグネットスリムの存在を知ってからかなり僕の中でも可変 ND を使う視点ュエがすごく少なくなりまして非常に愛用させて頂い,いてます 動画用途としてはですね、こちらのマグネットスリムムービーキットを買えば、基本的なものはですね、すべて揃えることができます。中身はですね、マグネットスリム ND2、4、8、16に加えて、専用アダプター、キャップ、ポーチの7点がセットとなっています。ありがたいポイントとしてですね、フィルターごとに、原稿量の段数のメモリがついています。 例えば明るい晴れた日であればこの ND8 と ND16 を組み合わせて合計7ストップ分の原稿ができるといった具合に今何ストップ分の光の量を絞っているかっていうところが分かりやすくなったりこの付属しているポーチにですね ND 全て入れておけば必要な段数のものをですねパッと取りやすくなっています可変 ND フィルターに対してのメリットはですね主に2つあるかなと思ってます 1>, 1つ目がですね圧倒的に早く ND を着脱できるというところで屋外からですね暗い室内に入った時だったり動画から写真に切り替えたい時は一時ですねフィルターをくるくる回す必要がなくて瞬時に着脱することができるので非常にスムーズに ND フィルターの付け替えができます2つ目のメリットがですねカメラやレンズの本来の画質を失わないというところでこういった単体の ND フィルターはですね可変 ND に比べると ND 濃度を上げてもですね比較的変色だったり X 村と言われるような色ムラだったり周辺が 変更してしてままうようよな蹴られがが抑えることができます画質をです、ね、下げることなくかつ編集で,です、ね、カラーコレクションに無駄に時間をかける必要がなくなるので非常にですね嬉しいポイントかなと思っております。 もちろんですね、可変 ND の方はこうやって手元で ND の濃度を変えることができるので、機動力的にはこちらに部があることもありますので、使い分けることがベターかなと思いますが、マグネットスリムのシステムをですね、一つ持っておくとかなりいいこと尽くしかなと思います。以上がですね、丸みのマグネットスリム ND フィルターのご紹介でした。次の動画ではですね、マグネットスリムブラックミストフィルターについてご紹介します。Alright, Thank you guys for watching this video. I'll catch you in the next one. Bye!